はい。ゆったりぬです。よろしくお願いいたします。本日はですね、まあ、消費税、増税が近くなってまいりました。まあ、10月から始まるそうなんですが、まあ、明らかに一つだけ言えることは、景気悪くなるだろうなぁとは思っております。まあ、皆様は増税前にいろいろと準備はされているでしょうかまあ、小売店の場合は、なんかレジの、 導入の保管は進んでいるようですね。なんかめんどくさくなりそうでございます。ものによっては消費税違うそうですよ。持ち帰りと中で食べるのでは違うそうですよ。本当にバカじゃないのかと私は思ってしまうんですけどね。本気でこれをやろうとしてるんですからね。だったら一律にした方がいいと思うんですけどね。ややこしくなるだろうなと思うのは私だけでしょうかね。 さて、消費税なんですけど、まあ8%、今やってる状態が10%になるわけなんですね。まあ計算はすごくやりやすくなるのは間違いないんですが、2%を上乗せされます。まあこれが2%で終わるのかっていうと非常に微妙かなっていうのは個人的な意見でございます。まあこれからどんどん上がっていくであろうとは思いますし、まあ物価の上昇が2%で止まるとは到底思えないわけですよ。まあこれからもまたまた広くなるのかなと思います。どうも、まあやはり駆け込み需要じゃないですけど、 まあ、増税前に買おうかって動きが結構活発に動いてるようでございます。やっぱ高額商品は買おうかって考える人多いようですね。特に住宅人気らしいですよ。最近ちょこちょこと立ってるのよく見ます。えー、車。これも高い商品の典型的でございます。まあ、売れてるみたいですね。2%。まあ、200万、300万の、まあ、200万円の車を買おうとすると4万円ぐらい変わりますからね。 まあちょっとでかいかなとは思うんですが、個人的にはどうかなと思います。まあ、家に関しても私は個人的にどうかなと思います。さて、じゃあ私はどうしようかなって私なるんですが、まあ、ここはですね、私も冷静に考えて消費税上がる前に買っておいた方がいいっていうものを紹介したいと思います。まあ、何かというと、やはり定期関係だと思われます。まああの交通機関とかですね、ありますよね。あれは買っておいた方がいいと思います。価格が上がるというよりも価格の安定性ですね。 ま、増税、あの、消費税、10月以降にも価格が変わらない商品ですんで、まあ、ここは買っておいて問題はないと思います。まあ、車とか、お家ですね、今ちょっと売れてるようなんですが、私個人的にはどうかなと思っております。先ほどちょっと話をしましたけど、明らかに、消費税、まあ、今駆け込み需要でみんなバンバン建ててる人がいる、バンバン買ってる人がいるわけですよ。じゃあ消費税後どうなるかっていうと、確かに消費税が上がると、価格は上がるんですけど、 売れなくなるんで価格が崩れると思います。だから元々の本体の価格が下がるから消費税分より下がると私は予想しております。よってもっとお得に買える時がかかってくるというふうに考えております。まあ、えー、駆け込み需要するっていう人も結構多いのかなと思いますけど私は全然駆け込み需要お勧めいたしません。まあ買うんだったらその価格が決まってる商品ですね。まあ、えっ、ー、とですね。 10月以降になっても価格が変わらない商品。まあ、えー、交通機関の定期券とかそういうものを購入をお勧めいたします。まあ少しでもお得な消費税になっていただければと思います。本日はですね、消費税の増税前に駆け込み需要についてお話をさせていただきました。ありがとうございました。それではまた。